2019年ダウェイメジャータイトル2冠、そんなダウェイのエースが敵討ちに出陣。ダウェイ界の貴公子ソウ・シュウ・レイ、多彩な技を散りばめたコンビネーションで昨年ダウェイ2冠を獲得。そんな実力者は日本大会出場を直訴した。なぜなら憧れの先輩を倒したあいつを倒さなければならないからだ。ターゲットはこいつだ、ヤマト・リトル・タイガー、マコト AKA バスター。ストリートで鳴らした技術は伊達じゃない。ダウェイ参戦後常に激闘を演じ未だ無敗。さらに昨年5月世界大会3連覇を飾った天才イエス・イーニーを完全ノックアウト。ダウェイのトップ戦線に一躍躍り出た。そう、仇を討たなければいけないのはこの日本人だ。イエス・イーニー先輩、俺はやります。ソウ・シュウ・レイ VS マコト AKA バスター。さあこうやって向かい合っていますが、睨みつけるように青いトランクスを髪の毛金髪に染め上げているのが左手を前に構えています。マコト反対の構え、サウスポースタイルがソウ・シュウ・レイ、まず前蹴りを放ちます。左のミドルキックは肘のあたり。さあ北野選手が楽しみにしているポイント、はい、改めて教えてください。そうですね、やっぱりマコト選手無敗なんで、はい、あのここでもまたすごい倒し方をしてくれるんだろうと楽しみにしていますね。そのソウ・シュウ・レイが憧れていたというファイターを倒したわけですからね、はい、そうですね。右こうして顎をキッと引きながら前に出てきます。誠はどうですか、ソウ・シュウ・レイの攻撃も見切ってますか、見えてますか。そうですね、しっかり見えてますね。そしてこの組み合ってからの攻防、これもポイントになってきます。3分5ラウンドマッチです。この選手いい圧力かけていますね。プレッシャーかけますよ ね、 すね、これ、ね、まあ、この辺りもキックのモーションを見せてからパンチ、そして頭でも前に出てきます。しっかりロックしてますね、やってますね、ソウ・シュウ・レイ。こうして組むとソウ・シュウ・レイの方が自分のバランスにしてまいります。膝頭のあたりへの蹴り、そして左のパンチはソウ・シュウ・レイ、組んでからの圧力、これ誠がどう感じてるかですね。そうですね、でもしっかりあの続きを警戒して頭を、はい、あの相手の横にしっかり入れていますね、そして左のフックテンプルを捉えています。このパンチアッパーから膝はソウ・シュウ・レイもたけています。さらに左飛び込んでの膝、これをキャッチしての誠。さあ立ち上がり、誠がなんとか接近して密着してという攻防を見せています。おー、来た来た、打ち下ろし、もう気合いですね。ダウンとなりました。誠が倒しました。足元をふらついているからソウ・シュウ・レイ、いや橋本さん、はい、このタイミングでこれぴったり当て込んできましたね。そうですね、もう誠選手は最初からもう相手をすぐ倒してやろうという勢いを感じてたので、はい、やっぱりそれすごいですよね。これその通り、にじみ寄ってからですよね、うん、この後のパンチ、今日はより落ち着く払って見えます。誠ボディへのパンチに、さあ返していきます。肘一つ空振りさせました。こちら距離右の、さあこれももうどうでしょうね、ダウンと判断されてもおかしくない。1試合で1ラウンドで3回ダウンを奪えば TKO 勝利となります。1試合中は4回ダウンをしてしまうとストップ。カットしたっていうアピールありますか。切れてませんかね、まだ切れてません。左のフック、こうやって相手の拳は額で受けながら、
誠のモーション右アッパー、当たった当たった、どうだ、効いてますね、これダウンです、ダウンですね、はい、オンとなっています、ダウン、このラウンド2回目のダウン、どうだ、タイムが入りました、タイムが入った、はい、タイムが入りました、1試合に1回タイムが認められています、いやもう勝ったろというような動きは誠 AKA バスター、やっぱり経験してるだけありますね、いや堂々たるものですね、はい、でこれタイムがこれ残り時間と差し引きして2分間ありますから、はい、もうそれを計測してということになるわけです ね、 そうですね、さあ左のフック、ただいま赤コーナー総集レイ選手タイムの要請がありました、総集レイからタイム、時間は1ラウンド2分57秒、残り時間3秒、こちらの方は2ラウンド目にエクステンションした総集レイ選手、ダメージすごい、なんか受けてそうな、そうですね、じゃあしますね、第2ラウンドは3分3秒として行います、第2ラウンドがこの2ラウンドを差し引きして3分3秒、はい、というところから開催されるという行われるということです、あーでも頭カットありますね、ありますね、ねえ、本当だ、これ可能性あるとしたら北野選手拳もそうでしょうけれども、そうですね、肘か続きですか、あーヘッドバットが、はい、この攻防切断にもありましたか、いやでも橋本さん、はい、誠これ旗色いいですね、いいですよね、すごく次で決着つきそうですけどね、やれますかね、2回ダウンを喫したことになります、そうシエレイが2度のダウンを1ラウンド目に喫しています、これ改めてお伝えしますとタイムストップがありますとそれが1回のダウンと加算されることになっています、セコンドアウト、セコンドアウト、さあセコンドアウトの声がかかりました、第1ラウンドに残り3秒がありましたからその3秒が第1ラウンドにプラス北野選手、はい、これされるということになるわけですね、はい、もしワン、時間のこれ差し引きというようなこともありますけど、はい、さあ第2ラウンドです、前に出てきた北野選手、蹴り誠が忘れませんね、そうですね、あれやっぱりいいですね、あのしっかり蹴りで距離を取って自分の得意なパンチで勝負、ですからバランスを取って前蹴りも放っての誠、やっぱり狙うのはそのパンチっていうところですか、そうですね、パンチを当てるためにしっかり下を散らして蹴りで、っていう感じですね、ソーシエレイから見ると憧れのイエス・イーニがこの誠に倒されました、次は自分がと目論んで大阪に乗り込んできています、うわ右のエルボー、それでも臆さず頭から誠の前に出てきます、自分の試合が一番面白くなるというのが誠、ボディへの膝、ソーシエレイ、いやー肘もでも教えますね、これ頭、あ肘が多分縦肘が多分入りましたね、てっぺんのあたりでしょうか、そうですね、うん、あー橋本さん、わ結構来てますね、切れてますね、はい、あーこうなると、えこれ見えなかったです、どこで、多分ソーシュレイ選手の縦肘です、左の縦肘、縦の肘ですね、頭下げさせて、そうですね、あ左で放ちましたか、はい、まっすぐ入ってきたところしっかり合わせましたね、ちょっとこれ髪の毛生えているところ、あーそうですね、生え際のところですか、脳天まではいきませんね、ずいぶん前の方です、うーあー右で一発、ここだったのか、さらにその後かですね、はい、そうですね、顔つきは変わりません、誠 AKA バスター止血を施しています、こういう時、はい、この深さをドクター見ているわけなんですけれども、北野選手どうですか、どう推測されますか、そうですね、これあまりにも深いとドクターストップになっちゃうんで、はい、多分誠選手出てきますね、このラウンド、この後ですよね、はい、一目に来ますね、あ続行です、再開となっています、橋本さん期待したいですね、誠、はい、頑張ってほしいです、傷口もまた狙ってくるでしょうからね、そうですよね、弱点がやっぱりあると、あ左フック、お互いパンチ合戦ですが膝もあるし、教えね、厚くなってきましたね、そうですね、一気に
試合がまた動きました。この膝に北野選手、はい、まこと注意しなければいけませんね。そうですね、肘と膝注意して、結構出血してますね。そこに入ったか、右の肘、さらに左膝、金髪を前の方で真っ赤に染めながら、まことがそれでも止まりません。これは誠サイドですね。そうですね。これで両者1回ずつタイムアウトを使い切ったということになります。2分間です。さてさて、これで赤コーナー2走シエレイも戻っていきました。北野選手、はい、これここまでを振り返っていただけますか。どんな印象ありますか。そうですね、初めはやっぱり誠選手が押してたんですけど、やっぱり肘が入った時から展開が変わりましたね。そうですね、はい、いや橋本さん、はい、やっぱり肘って硬い部分怖いですね。ね、当たってしまうとちょっとやっぱり弱くなってしまいますよね、どうしても。そうですね、いやもう捉えさえすればという威力あるのが十分分かりました。あとは北野選手、はい、これ誠の傷の深さ具合ですよね、はい、どう見えますか。結構深いと思いますね、はい、でまたその後追撃でやられて深くなりましたかね、はいはい、次のラウンド多分ソーシェイレイ選手傷口狙って攻撃してくると思いますね、狙いそうですね。まあ、複数箇所これ頭部に傷を負ったということになりました。まず最初はあの右のこめかみの近くだったんですよ ね、 そうですね、ちょっと上のあたり、はい、 そ、 うですね、そしてこれ何箇所か切れてますね、はい、左の左額の左の方もありますし、ちょっと金髪がまたこう右の上の方ですよ ね、 すね、赤く染まっているところもあります。あ、このあたりこれですね、あ、上の方も、はい、3箇所ぐらい切れてますね、これ大変ですよね、試合終わった後。そうですね、痛いですね。50針塗った選手っていうのも、はいはいはい、痛いだとか、はい、あとやっぱり頭だとやっぱりどんどん流れてきちゃいますからね、血も。それが目に入ると、ね、見えづらくなる、ま、第2ラウンド1分45秒から試合を再開します。第2ラウンド1分45秒から、はい、このタイムアウトの時間と差し引きしてということですね。うわー、誠が前に出てくる。ここから突き放してのソーシエレイ、うわー、縦肘左膝、時折手を開くようなモーションもあります、ソーシエレイ。さあ北野選手、はい、これ期待しているところぜひ教えてください。そうですね、やっぱりソーシエレイ選手、今相手の血を見たら元気になるっていうのがあるんですよ、選手って、だから今多分結構前に出てきてますね、はい、またその目力強さというのもよくわかります。ソシュエレイ、対して右のローキックから誠、青いトランクスです。止血にはなんとか成功しているようです。ここから前蹴りもある誠、 AKA バスター。第2ラウンドの残り時間が少なくなってきています。タイムアウトがありますとそれだけその試合時間から引かれます。左ボディ、ね、ボクシングテクニックも結構ありますね、ソーシュレイ。ソーシュレイ、はい、そうですね、結構打ち分けて、サウスポースタイルからです。最後は左のリードジャブ、誠が2発当て込みました。ここで2ラウンド目が終了、インターバルは2分となります。さあこれ抱え上げるようにしてソーシエレイ陣営。さあ北野選手、はい、第2ラウンドも振り返っていただきましょうか。そうですね、第2ラウンドはソーシエレイ選手が、はい、逆転しましたね。第1ラウンドは誠選手が結構ガンガン圧力かけて出てたんですけど、はい、2ラウンド目は逆転してますね、まあ、ダウンこそ喫しませんでしたけれども。そうですね、3ラウンド目がちょっと楽しみですね。ですから橋本さん、はい、まあ、お互いが1ラウンド目2ラウンド目良さ見せたということになりますけれども、どう映りましたか。そうですね、でも今はやっぱりソーシュレイ選手が、はい、
なんか冷静に相手の打つべきところを見てる気がするので、そういう意味ではちょっとやっぱり、はい、誠選手ね、ちょっと心配ですね、うん、そうですね、橋本さんもよく捉えてらっしゃいますね、これ見方として。さあでも誠がこうして厳しい緊張感保った表情をずっと見せています。それほど北の中央大きく息が乱れているというわけではなさそうですよね。スピードになってきたらもう出るとは思ってだから汗拭うんですけれども、汗もだいぶ赤く変色してますから、これが目に入ってくると、そうですね、指導重いですよね、はい、次の試合からの見方なんていうのをぜひ教えていただけますか。そうですね、やっぱりあの誠選手が出てくるんじゃないかと思います、やっぱり、はい、1ラウンド目は誠、第2ラウンド目はダウンを喫していたソーシュエレインが前進してきました。さあそして中盤の第3ラウンド、どうお互いが使ってくるか。そうですね、楽しみですね。60キロリミットの一戦です。スローキックからオーソドックススタイルから青いトランクスのこと、左のミドルキック、右のあたりにも当て込んでいくのがさらにもう一発のソーシエレイン。誠はローキックから、それから北野選手、はい、やっぱりソーシエレインはそのパンチ多くなりましたよね。そうですね。うわー、トミゲリースウェーバックして交わしてローキック、誠、あーこれキックロングローが当たりましたね。そうですね、はい、まあ、故意でなければこれ反則とは見なされない。あ、そしてこの直し方ちょっと強力ですねこれは本当、うん、聞いてるんですか。北野選手これちょっと気になりますね。初めて見ましたね僕も、この直し方は今大会の中では第1試合であれはありましたよね。これが第3試合、今回は関西選抜 VS ミャンマー5対5、ここまでミャンマー勢の1勝1引き分けです。誠が組みついてっていうことはあるんでしょうかね。それはそうですね、あ、今も出してきました。ソーシュエレイのテクニックを見て誠が距離を取るのか密着するのか、この辺りも分かれ道になってきそうです。第1ラウンドの方にもうちょっと圧力かけて戦ってほしいですね。そうですね、はい、右アッパー、左フック、さらにローキック、ダウン効いてますね、効いてますね、ダウンですね。でこのローキックは誠の得意技でもあります。結構効いてますね、睨みつける、睨みつける、立てないか、タイムももう使えませんからね、立てない、あ、苦しそうな表情。イエスイーニーに続いて復讐戦と乗り込んできたソーシュエレイオも粉砕しました。誠 AKA バスター。いや、パンチ連打からローキック、内訳で誠が2連勝すごいすごいですね、すごいですね、ゴールデンチャンピオンを倒しましたね。ですね、はい、これミャンマーラウェイのいわゆるメジャー2冠王なわけですね。そうですね、ここまで15勝1敗9引き分けという強豪中の強豪。いや、橋本さんもう黙らせましたね、はい、誠ね、え、本当ですね、あれ得意技なんですか、あの蹴りパンチ、一発でしたね、すさまじい攻撃、立てるのも 今でも歩くのは結構難しいぐらい。そうですね、ソシュレイ勝者に許される旗を祈る儀式が行われます。この後、そうですね、ミャンマーラメイでは勝者がこの旗を自ら降ります。キムラ・高成様お願いいたします。まずは称えるメダルをもらって、うー、見てくれと、誠 AKA バスター。いや、北野選手もこれやったわけですね。そうですね、そしてこうしてトランクスの後ろに、あ、そうですね、はい、装着します、はい、さあ改めてスローをご覧になって、はい、北野選手これ振り返っていただきましょうか、はい、どうでした。このパンチからのコンビネーション、ローキック、はい、もうタイミングバッチリですね。足も上げて防御もしたんですよね。そうですね、皆様、はい、この映画の試合を戦い抜いた勇気ある北野選手に大きな拍手をお送りください。第1ラウンドにも積み重ねのように、そうですね、やっぱり蓄積してきますね、はい、
その後は橋本さんのお話のように、はい、一発強いやつを打ち込んできてましたね、はい、いやでも橋本さんの何かこう今勝利かみしめているようにも見えるんですけれども、はい、やっぱりちょっと途中あの誠選手が、はい、攻められてしまって頭も結構傷だらけになっているので、はい、どうなることかと思ったんですけど最後の勝ち方一発でかっこよかったです。まあ、本当に気持ちの強さっていうところもすごいですね、はい、誠 AKA マスター。これでミャンマーラウェイの無敗は変わらず2勝0敗3引き分けとなっています。あ、マヨ奈良の誠の AK バスです。みんな知ってる？知らん。まだ、昔からちょっと大阪とか地下学堂とかでずっとお世話になってやってたんですけど、最近4年前ぐらいかな、ちょっとお誘いいただいてラウェイの方に、今回で5回目になるんですけど、4回東京の後楽園ホールで、いつもやらせてもらってました。こっちの方でいつもそう大阪でとかこの関西で試合するときいつもみんなたくさん応援来てくれたんですけど、やっぱ東京ってなったらもうちょっと数少なくなるんですけど、今日はぼちぼち来てくれてるんちゃうかな。どう？いつもね、みんなの応援がほんまに、力になります。もう今ここでこうやって試合こういうギリギリの危ない試合でも勝てたのは、普段からねやっぱりいっぱいサポートしてくれるみんなのおかげでここに立てれます。そういうね、気持ちを忘れないでこれからももっと頑張っていって応援してほしいなと思います。これからねラウェイ、まあ、大阪初めてですけどみんな大阪の人間ちょっと地位濃い人間多いんでこういう素手の試合とか結構盛り上がると思うんで、これからラウェイ大阪で開催できるようにみんなの声援もっとよろしくお願いします。ほんだ最後に一つだけ、また次俺の試合見に来てくれるかな。ありがとう。